マキシュミリアーノ・モラレスは、アルゼンチン・サンタフェ州、グラナデロ・バイゴリア出身のサッカー選手。メジャーリーグサッカーのニューヨークシティ FC 所属。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。ラシンクラブのユースチームでキャリアをスタートさせ、2005年にトップチームに昇格。CA コロン戦でデビューを果たした。2007年に、ロシアの FC モスクワへ移籍したが、 初の欧州挑戦は失敗に終わり、半年でラシンへ復帰した。2009年、CA、ベレス・サルスフィエルドに移籍。ベレスでは2009年、2011年と2度のクラウスウラ優勝に貢献した。2011年7月27日、イタリアのアタランタ BC に移籍。同時期に加入した同胞のヘルマン・デニスと共に、アタランタの攻撃を牽引した。 2015年12月24日、メキシコリーガ MX のクラブレオンへ移籍することが発表された。2007年、U-20 アルゼンチン代表として南米ユース選手権に出場した。FIFAU-20 ワールドカップでは、セルヒオ・アグエロやマウロ・サラテラと共に攻撃陣を牽引し、チームを優勝に導いた。 2011年3月、ベネズエラ代表戦で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。